もし投げてってください。お願いします。ちょっとね、今乾燥機かかってるからめっちゃうるさいかも。結構な音のボリューム。さっきショールーム終わってすぐ洗濯しました すぐ洗濯して、そう、ね、この配信終わったら私もすぐ寝れる。スイカバー食べ終わって歯磨いたので、もうやることはないです。明日も準備して、準備って言ってもそんなね、メイクポーチ入れるくらいで終わるんですけど、準備して寝ます。仕事終わり間に合いました。よかった、ありがとう。今日はすぐ寝つけるといいね。ね、本当に寝れるといいな。でも今日は本当に半身浴もできたし、そう、いっぱい枠をポンポンって刻んで配信できたし、まあそうですね、効率よかった今日は。私効率よく生活するのがすごい苦手だから そう、超苦手だからね。今日はもう上出来です。そう、配信の何分前に起きてる？配信の10分前とか15分前とかに起きてます。で、朝って声が全然出ないんですよ。だから一人で「あー」とか言って、なんか 軽く発声練習してから配信に向かうっていう そう。メイクなんてできるわけないじゃん。しないですよ。そう。なんならもう今日一日中すっぴんでした。ね、朝からでも、朝5時からちゃんとメイクしてたら、それはそれでね、偉いですよ。でもね、そこまで早く起きれないから私は無理ですね。うん。メイクにどんぐらい時間かかるんだろう私。でもなんか年々どん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 短くなってってる気がする。やっぱ慣れだよね多分。そう、でもね、まつげに私すごい時間かけるんですよ。そう、だからまつげで結構時間取られちゃう。ね、マツパも行きたいんですけど、一応予約は取れたんですよ、マツパ行く。だけどね、そう、もう本当に下げ下げでやばいです、まつげの、まつげが。うん、星取りに行くとカラオケしてるメンバーさんに出くわしました。この時間に？すごいね、こんな夜にカラオケって勇気いるな。私はでも家ではね、カラオケとかできない かも。超小声で歌わないと。あ、ももちゃん？
ちゃんが松葉行ったらしい。松葉行ったらいつも、なるちゃんが何、松葉行ったらいつもルンルンしてるよ。かわいい。ルンルン。松葉大事。なんかすっぴんでもまつげパーマしてるのとしてないのって全然違うから、なんかね変わる本当に。メイク時間も短縮できるし。レインボースターだ。レインボースターある方ぜひ投げてってください。まつげの長さも重要。そうですね。なんかよく前までは頑張って、あのまつげパーマ行くといつもね、あのまつげ美容液ちゃんと塗ってくださいねって毎回言われるんですよ。だからいつもちゃんと塗っててすごい長かったの前は。でも今は多分短いと思う。まつげがあんまり、ほら分かんないか、塗ってないから美容液を。これね、まつげ短いと思う。ねえ、どうやったらさ自然と長くなるんだろうね。一回まつげを切っちゃったら、あの伸びてくるっていうじゃないですか、まつげが。でもねえ、なんかそんなことしたくないしね。怖いからさ、切れないしさ。そう、ちゃんと美容液塗ろう。まつげ、あやね氏のまつげを移植する。めっちゃ怖い。怖い怖い。移植って、もうね、何があんなに違うんだろうね。でもやっぱ遺伝子だよね、まつげの長さって多分。マスカラ塗ればどこまでも長くなるんですよ。でもぶっちゃけ私はあのマジョマジョのマスカラ使ってる。すっごい伸びるんですよあれ。よく浜辺美波さんが、そう、大好きな浜辺美波さんがね、 CM とかでやってる。その CM に出てます。まつエコは楽だけど自然さがなくなるよね。そうだね、自然ではないね。でもまつエコも、そう、私一回やったことあるんですけど、やっぱりまつエコのそのまつげが抜けた時に自まつげも抜けちゃうのが、私はねあれだなと思いました。そうね、まあ楽なんですけどね、まつエコやっちゃえば。むしろマスカラもいらなくなっちゃうので。そう、なぎちゃん疲れたら見えまぶたになるよね。うん、どうなんだろう。もともとね、私二重の線がいっぱいあるんですよ。そうだから、その本当にあんま寝れてない時が
続きすぎるとこっちの目が二重じゃなく、なんか奥二重になっちゃう。なんかすごく今はなんか二重なんだけど、こっちだけね、なんか変わっちゃうんですよね。そう、うん、このショールーム期間中にならないといいですね。それちゃんと、だから寝ないとちゃんと寝ないとこっちのね、あのまぶたが終わるので、本当に気をつけよう。しかもなんか起きた時左目だけいつも乾燥してるんですよ。だからなんかまぶたきしにくいみたいな、なんだろうね。なんかだってウィンク、なんか寝たままウィンクしてるわけでもないのにさ、こっちだけ目がなんか乾くの、起きたら。なんでなんだろう。ドライアイ、ドライアイなのかな、わかんない。ドライアイ、あ、でも若干ってか、ちょっとドライアイかもしれない実は片目開いてるかも。え、怖くないそれ。半目ならまだしもさ、半目も怖い時あるけどさ、片目だけ半目ですってめっちゃ怖くないどんな寝方よってなる。怖い怖い。超無意識ウィンク、怖すぎ。普段メガネはしてないです。コンタクトもしてないです。私ね、めちゃくちゃ目いいんですよ。そう、でも視力検査をもうしてないので、学生じゃないから。まあ今わかんないですけど、そう、目良かった、ずっと。でもなんか年齢、ある年齢を境に一気に目が悪くなるみたいなこと言いますよね。そう、なんかツケが回ってくるじゃないけど。そう、最近ついにメガネデビューしました。メガネなんですか。うーん、でもなんかその変装でメガネかけるとかって私はしたことないんですけど、おしゃれでメガネもしたことないし。そう、うん、でもおしゃれでメガネつけてみたいなっていうのはすごい思いますね。メガネってどういうのをかけたらいいかわかんない。どういうのがメガネはおしゃれでっていう、そのわかんない。グラサン、なんだっけ、なんかゆいゆいが日焼け対策でサングラスしてる時あって、そう、やっぱり美白ですね。日焼けに気をつけてらっしゃるね、すごい日焼け対策してた。写真でしか見たことないんだけど、びっくりした。
カントリーアットマークなぎなぎ中さん、くま、くま10個ありがとうございます。すごい、なんかあ、カントリーアットマークなぎなぎ中さん、え、2回目すごい、ありがとうございます。くまちゃん、そしてセシルアットマークなぎなぎ中さんもくま10個分ありがとうございます。あとカントリーさんありがとうございます。たくさんくまちゃん方、ね、明日のランキングは少しでも順位が上がってますようにね、本当にでも明日本当にね、配信あんまできないかもしれないんですよ。だからね、それが怖いな。でもとりあえず明日5時からやるので5時から見に来てくださいあと、まあ、23時台とっていう、そこまでしかまだ分かんない。2時半に起きて星集めと捨て星しておくね。うー、ありがとう。なんか明日ロケなんですけど、ロケってなんか終わり時間がね押したりとかって結構あるので、まあ逆もあるけどね、巻いたりするとか。でも巻くことは多分ないと思うのでそうね、でも私もなんか何のロケするのかは知らされてなくて、楽しみです。でも外だからもう日焼け対策はもうしっかりしてくださいってあのマネージャーさんに言われました。あ、まゆなぎさん、くまちゃん10個ありがとうございます。だからちゃんとアームカバーをこうやってちゃんとつけて、日焼け止め塗って、日傘さしてって感じですね、はい、暑いの明日やばい、暑いのか。ね、今日は雨降ってたのに明日は雨なんですね。あ、黒曜さん、クマ10個ありがとうございます。ありがとう。そのどさんこピンチ、どさんこだから色白とは限らないんですよ、はい、どさんこだって雪焼けするしね、正直ピンクのつなぎって熱くない？あ、アンロケのやつですか？熱い熱いよ、正直熱いよ。熱いけど、まああれがもうトレードマークなので、まあ、変える気はないよね。そう、でも明日本当にどんな楽な格好で行きたいな。なんか集合が早いとすごい楽な格好で行きたいって思っちゃう。
寝るときって今の洋服から着替えるのって。着替えない着替えないし、でも私の多分悪いところは、着替え、明日着る服を置いておけばいいのに、なんかその次の日になってから服を決めるんですよ。それがダメだなって思いますね。しかも明日本当に時間がパツパツなので、朝だから、まあ明日着る服を用意してから今日は寝ようかなって感じです。起きれるかな、本当に本当に大丈夫かな。レッスン着で行っちゃえってね。まあまあ、でもロケ先に行ってやっぱりね、見られるっちゃ見られちゃうじゃないですか、私服だからね。レス、あまりにガチレッスン着すぎてもちょっと恥ずかしいんですよね。そうどうしよう、考え中です、すごく。アラームは1個です。携帯でアラームかけてる。そう、でもなんかさ、眠すぎると本当にアラームの音聞こえないんですよ。そこまで、そのレベルに行っちゃうと、もうね、寝れない、怖くてもうどうしよう、あのアラーム気づけないのみたいな、そのレベル行っちゃうともうやばいですね。あんま行ったことないけどね、そのレベルは。そう、まだまだね、目覚ましに気づける。何分おき、10分おきになる設定になってるかな。そう、スヌーズ機能で起きてます、いつも。ねえ、でもメンバーの声で起きれる目覚まし時計もね、そうできて最近ね。そうそう、わかる。消した記憶ないのに消えてることがある。すごいわかる。それ誰消したのって、多分自分が消してるんですよ 100%。 でも消した記憶ないんだよね。それでなんか遅刻しそうになった時何回かある。めっちゃギリギリっていうね。でも私、アラームのそのメンバーのやつさ、なんて言って起こしてるかな。ちょ、何パターンか撮ってるんですよね。そう、でも私自身が自分の声では絶対起きれないので、多分そう。でもね、皆さんそれ使って起きれるかな。ね、私の声で起きれるかが心配ですが、ね、起きてみて。5分前。で、57分になったらあのランキング読ませていただきます。6種類、あ、6種類なんですね、ボイス。まあそんぐらいだったか、撮ったの。また明日星投げ頑張ります。ありがとう、頑張ろうね。でもなんだろう、ベッドにその目覚まし機能がもうついててほしい。ベッドから水が出るとか、顔面水直撃みたいなそう。でもちゃんとシーツとかは汚れないようになる機能がついてるみたいな、
そういうのついてほしいな。でも似たようなのあるよね。あの自然にウィーンって体起こしてくれるベッド。でもそれじゃ私起きれないから多分、それかもうボコボコボコって寝てる表面がボコボコってなってくれたら起きれる。それかベッドから落とされる機能とかいやそれ痛いか、怪我するな。ハリセンで叩かれるベッド怖っ、怖い、やばい。それあ、57分だ。じゃあランキング読みます。13位、コーヒーミル375アットマークなぎなぎ13、ありがとうございます。12位は正太郎さん、ありがとうございます。10位、11位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。10位はユータアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。9位は博多バリカタマンさん、ありがとうございます。8位はサンちゃんさん、ありがとうございます。7位はトカチンさん、ありがとうございます。6位はメロメロンさん、ありがとうございます。5位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。4位はセシルアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。3位はまゆなぎさん、ありがとうございます。2位は黒曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。イェイイェイ。はい、じゃあちょっとスクショタイムをして終了したいと思います。なんだろうね、何がいいんでしょう。あ、そういえばこの間のラルム撮影でこういうハートしましたすごくない？ハート、ハートに見える？おやすみなさーい。明日は朝5時ですよ。待ってます。おやすみ。バイバーイ。